ーリーなんせ江戸時代からタイムスリップ。アリスことオイランの神月さくらでアリス、こたびは主様の質問に答えていこう第2幕でアリス。今宵もゆるりとお茶でも飲みながら、そしてしっかりとお答えしていくんで、最後までご登録しておくんなまし。それでは店にご案内いたします。オイランについてるお子様たちは後にオイラン候補になるのですか？なれたりなれなかったり。カムロには2種類インして、引っ込みカムロと普通のカムロ。この中で引っ込みカムロというのが将来オイランになる可能性を秘めているカムロで、技能の老師が面倒を見ることが多いでありす。オイランクラスの方も現世でいう補足客というか、ほとんど通えない上にお金を使えないような客も取るんですか？そもそもお金がないとオイランとは遊べんせん。オイランというのは江戸吉原後期の高級遊女のことを指していて、オイランと遊ぶためにはだいたい10両以上は必要で、お金のない方は遊ぶどころか顔を合わせることもできんせん。吉原でお金を使わないようなケチで野暮な客はあちきはお断りでありす。オイランの最上位の人の暮らしとか知りたいです。または一番有名な方など、そんなに他の遊女とは変わらないであります。変わる部分としては、接客用の座敷と自室の2部屋が与えられることぐらいでありますかね。多分主様たちが想像しているような豪華絢爛な生活はしていない。一番有名な方に関しては、やはり高尾太夫でありますかね。仙台藩の伊達綱宗に身請けされた2代目高尾が一番有名でありす。詳しいご説明はあちきの YouTube の絵巻をご覧くださいし。遊女の中で年季を明けてから本当に好きな人と一緒になれた方って見えるんですか？一応ありす。無事に年季を迎えて好きな殿方がいる方は一緒になったりしていした。ただお客様の中には初代の方が大事で、え？あれは吉原の中の話だったけど、というお客様もいるから注意が必要。吉原では技能によって車言葉が違っていたようですが、技能ごとの言葉の違いを教えていただければ幸いです。玉屋では質たる、長寿屋では残す、松葉屋ではオス。遊女は地方の農村出身者が多く、言葉の訛りを隠すため独自のアリス言葉が生まれたという説がアリス。吉原とか遊郭を今でも感じられる建物とかどこかにありますか？吉原にはあまり残っていない。あちきが現世にタイムスリップした時は江戸時代の吉原にあったものはほとんどないでありすね。唯一残っているものとしては吉原の手前にある見返り柳くらい。遊郭をしっかりと見たいなと思ったら、あちきは京の島原に行くことをお勧めいたしんす。一番好きな花魁は誰ですか？花魁ではないけど勝山。吉原初期にいた遊女で、吉原にたくさんの革命を起こした人物。女歌舞伎を模したいでたちをしたり、花魁道中の歩き方を変えたり、独自の髪型が江戸中で広まったり、まさに尊敬できる遊女でありす。チャンネル登録お頼み申しすえ。そろそろ引けの時間になってしまいした。前回に引き続きいかがでありした？まだまだたくさんの質問が控えているんで、質問が採用されなかった主様たち、今しばらくお待ちくださいし。こんなにたくさんの方々が江戸吉原に興味を持ってくださり、あちきとても嬉しいでありす。この YouTube では江戸吉原の花魁の神月さくらが江戸吉原のことを解説していす。次回もご登録お待ちしておりす。おさらばへ。本日もご登録ありがとうございました。またのお越しをお待ちしていすえ。